アスファルトをスライドするダンディ香川さんです。ご紹介します。どうぞ。じゃあ拍手で。はい、おはようございます。今ね、紹介いただいた香川です。今日ですね、虎の穴っていうことでね、皆さんお集まりいただきました。バイクの、中心、前後の、ジュリオハイムの、まあ、ある程度真ん中あたりに座ってください。なぜ開くかっていうと、この後で侵入でもちろんバイクを倒して寝かした時にダートトラックっていうのはそのカウンターを当てる、カウンターを切る状態、それが結局右腕が下がってるとカウンターを切れない、脇腹に当たっちゃう、圧を全開にした時に水平もしくはちょっと上ぐらい、こういう状態で、この状態からアクセルを戻した時に手首だけで戻す人もいるんですけど、ダートトラックは手首じゃなくて手首も戻すんですけど肘も一緒に上げる、先ほど言ったカウンター当てやすいように、左45度前に出しながらかかとの方が逆にちょっと前に出るぐらいで、こういうじゃあやっぱり足んないですから、もっとかかとをも出すような状態、こういう状態ですね。でその時に、かかとは絶対に地面につけないでください。かかとを上げる、でかかとを上げてなおかつ、内側を上げる、で車両の前後の重量配分の真ん中、ね、真ん中あたりに座る、座って上半身をかぶせる、フロントフォークの延長線上に顎が来るぐらい、こんな感じかな、いいですか。はい、じゃあそれをですね、どうしよう、じゃあ一人一人、まあ時間まだあるから、よし、じゃあ一人一人やってもらおう、ね、はい、はい、ですよ。座る位置は前、真ん中ね、でヘッド、フロントフォークの延長線上に顔が来る、はい、もうちょっと顔しちゃっていいかな、はい、顔を上げて、で肘は、開いて、でアクセル全開にしましょう。アクセル全開、全開にした時に、戻す時に肘ごと戻す、いいですか、肘ごと戻す、でこの形覚えておいて、ね、はい、じゃあ次行ってみよう、はい、この姿勢っていうのはかなり、はい、どうぞ、かなり重要ですから、はい。